トゥデイズアイです。ニューヨークで先週末、日本酒と焼酎のイベントが行われました。なかなかいい飲みっぷりを見せているのはニューヨークの飲食業界の人たち。日本酒や焼酎の可能性をアメリカ人に知ってもらおうとスタートしたこのイベントは今年で7年目。28の蔵元やメーカーがブースを出し、持ち寄ったお酒は日本酒の大吟醸や芋焼酎、泡盛など100種類以上。蔵元たちの自慢の品を飲み比べられるとあって、会場にはおよそ600人が集まりました。ニューヨークのお客さんの特徴はやっぱりかなりトレンディーな方が多いので、すぐ興味を示してくれますね。早いです、反応が。非常に新しいものをトライするのが素早いんで、そういう意味ではやっぱニューヨークは最高のマーケットだと思います。やっぱりこちらの方は結構やっぱ甘いものがお好きだったりとか、あとストロベリーっていうのは世界的にかなり皆さん好きなフルーツですよね。ですから、それとまた濁りっていうのが結構今こちらでも人気があるんで、それとのミックスっていうのがすごく相乗効果で良かったのかなっていうふうには思ってます。日本の人口っていうのはどんどん縮小傾向にありますんで、その中で我々のマーケットもやっぱりどうしても縮小していきますよね。その中でどうしていくかって言ったら、やっぱり海外に出るしかない。で、最大のマーケットってやっぱアメリカですから、我々はこのアメリカというマーケットは非常に重要だと思っています。伸び率は非常に高いですね、はい。食品メーカーも17社出展し、ラーメン、いなり寿司、餃子などが振る舞われました。お酒と一緒に味わってもらうことで、日本の食文化をもっと知ってもらおうという試みです。I like this. Sake is something new, a little bit different than American wine because there's such a variety of the taste and the dryness and the sweetness. So I like to try the different sakes and for future reference and enjoyment. Nikkori and Daijinzo, a lot of people like it, Benifso, because it's a kind of culture. So it's a kind of culture you've got to go into sale in the culture and the sake.今アメリカで日本食がどんどん、広がってるわけですけども、お酒というとこから見ると、まだまだ日本食の広がりに比べて、まだペースが遅いんじゃないかと思いますので、まだまだそこにはチャンスがあるというふうに、考えます。日本食というのはそういう顕著な動きを知ってると思いますから、アメリカ食になるのももう近いんじゃないでしょうか。そういう中で自分たちが役割を果たせればなというふうに願っております。このイベントがスタートした7年前は日本人のお客様ばかりだったそうですが、今は半数以上が日本人以外の方なんだそうです。嬉しいですね。さて、今日は視聴者の皆様に今回のイベントの主催者西本貿易からプレゼントがあります。4種類のサキイカ20個セットを7人の方にプレゼントします。応募方法は番組のウェブサイトでご確認ください。以上、トゥデイズアイでした。